皆さんこんにちは、オリエンタルマシーンです。本日は屋内作業です。順番は決まってないんですけど、目についたこれミニ用のヘッドレストみたいなんですけど、これ車検の時にここにこうやって挟んで、ヘッドレストがないと日本の車検って受かんないので、よいしょ、こうやって挟んで、これで車検受けようと思います。それとあとこれですね、一応取扱説明書がなかなかないんですけど、パーツリストも兼ねてるようなものを見つけたので、一応これは車に積んでおきます。あんまり使わないと思うけど。よし、先日バッテリーカットの部品をこの車の中で見つけたので、やっぱり普通は時計とか止まってる間に 12V その電源バッテリーを使って作動しているものって結構あるんですけど、私の車の場合は何もないので、オーディオにも時計はないし、そもそもオーディオないし、っていうか、まあカセット10カセットステレオって言ったら昔多く使ってたんですよ。トヨタの純正も10でしたしね。これ腕時計家にあったのを持ってきまして、これをここに貼っとくかなと思ったわけですよ。ここになんかちょうどスペースっぽいのがあるのでちょうどいいな。ここにありました。よし、それとあとやろうと思ったのは、あ、これ合成比較を買ったんですけど、ここが内張りがですね、唯一破けてるので、他は全部綺麗な、綺麗っていうか綺麗でもないけど、破けてるとかはなかったので、唯一ここが破けてますから、ここだけ貼ろうと思って買いまして、あれハサミないね。これ全部ここに貼ったらもったいないので、ハサミで切って貼ろうと思ったらハサミを持ってくるの忘れましたので、今日はこれ貼らないことにします。今度にしよう。で、あとはヘッドライトにマーシャルのステッカーですね。で、これもハサミ持ってきたからできないや。あれ？ってことで、あとやろうと思ったのは、ここにスモークフィルムもともと貼ってあったんですけど、破けてたんですよ。お店に並んでる時は破けてなかったと思うんですけど、きっと何かこうやった時に破けちゃったんでしょうね。なのでこれはやろう。掃除してから、このハートを一つ貼ればそれで済んじゃうんですよ。これね、こうやって、これがですね、どっちがフィルムだか分かんないんですよ。セロテープを持ってきて台紙の方にセロテープをつけて剥がすっていうのがパターンなんですけど、これ途中で切ったから台紙どっちが台紙だか分かりませんね。ずっといじってたらこっちが台紙だろうなって、こっちがですね、感じがすごく強くするんですけど、まだ剥がれません。かれこれもう2時間ぐらいやってますけど、っていうのは全然嘘です。これ帰ってセロテープ持って帰って、あ、持ってきてやった方が全然早いかもしれないんですが、あ、ここに使えるのがあるかも。ほら、でこれ置いたから、どっちがまた、あ、こっちが大事だな、きっとな。こうでしょ。おお、できた。なんで早く思いつかなかったんだろう。これでこの皮はまだどっかに使うとして、ということはもうこれでやることなくなっちゃったな。あとあれか、これ今のマーシャルのヘッドライトに貼ります。あ、おまけ、あれ、おまけくれたんだ、ありがたいね。小糸なんですけど、マーシャル貼ります。せっかくもらったからどっかにつけたいな。よし、おまけもいただいた、おまけも全部貼らせていただきました。これで OK で、あとはこれですね。これも実は完全にダミーなんですけど、意外とハサミがないの。そうか、ハサミがないといろんなことができないですね。じゃあもうこれはよし。それではしかし、あ、そうそう、私この前気がついたんですけど、地面がこんなに近いんですよね、言われることじゃないですけど。じゃあこれで作業終わりましょう。本日の作業終わります。ありがとうございました。失礼します。